黒岩重太郎は、明治時代の大相撲力士。本名は不明。出身地は、番付当初に、佐抜・高松とあり、現在の香川県高松市近郊と考えられる。大阪相撲で活躍し、最高位は大関。六大人幕に入門し、署名は、熊野岩岩吉。1861年5月中相撲三段目が、初見。 1869年3月に自然島5枚目に入幕しいきなり急所をい勝ぱ敗の好成績を残した。この場所1枚下の西然島6枚目に黒岩茂太郎がいるが、兄弟子であり、別人である。兄弟子の方の黒岩は、この場所限りで引退し七大人幕を継ぐが、当時大阪相撲総長だった人幕九五郎により、旧来からあった人幕の名跡が人老と、 解消させられてしまった。神幕久五郎が大阪を去った後、八代目から元の神幕に復している。翌八月場所前頭二枚目に進んだ熊の岩は七日目もしくは八日目から黒岩茂太郎と改名。1871年6月関分け、1873年7月大関となった。安定した実力を示し1875年6月には、 梅ヶにと引き分けている。1876年クれオーサカズモウに噴上が、起き出すそう。山、響き五郎、響き悪魔十郎、八人正五郎ら104名を率いて、黒岩はじめ派を結成して、工業を打った。1878年9月和解して残留組、脱走組、東京方による本場所が行われ脱走組番付の張り出しとなるが、 黒岩本人は出場せず、場所後に姿を消した。1888年9月期三して9代、人幕茂太郎を襲名し、頭取となるが間もなく死去した。ありがとうございます。